アルヒラルの252億円オファーに、久保さん、迷いはない。久保建英に、サウジアラビア一部アルヒラルから高額のオファーがあったようだ。30日、スペイン紙アスが報じた。アルヒラルが久保に提示したオファー派、1シーズンで4000万ユーロ、約63億円、4年総額1億6000万ユーロ、約251億6650万円だという。ただ、久保に迷いはなかった、とい、巨額のオファーを、よし、したという。また、イタリア一部ナポリ派高額な移籍金を理由に獲得オファーを断念し、古巣のスペイン一部レアルマドリードも、久保の代理人にも連絡していないと説明。久保の残留の決意派固いと伝えた。迷いなくで移籍落ちだったら面白かったんだがな。移籍します、主導音。252億円もらえるならもうサッカーとかどうでもよくならないか？わら、中東で適当に玉蹴ってるだけで252億円は美味しすぎる。僕なら迷わず金を取る。私なら迷いませんね。金じゃない年だもんな。まだこれからって時に年俸4億程度で中東行った中島さんバカにすんなよ。谷口が年俸18億だっけ？油マネーやばすぎ。久保の契約解除金払う気だったのがすげー。ソシエダがオッケーしたらどうするの？